係が離れます。落ち着くのを待って。 スタートしました。まず、外サムデイが比較的いいスタートを切りました。さあ、ダッシュよく内から1番のミライテイラー選定を奪いました。2番手集団固まって間にいるのがラピダリア。外からは3。ウェーブ間にはスッと5番のウィンターガーデンが3番手争いの一角。内は2番のワイヤーウィップが追走です。その後は少し馬群が開きました。11番のサムデイが追走。その直後を促して6番の初バカです。あとはスッと3番のバルタリが接近して、外は4番のキング、セッペリン10番の頑張る。2。足がいて、シゴバシン馬群が開きました。9番の栗。 とか追走その後は7番のカレンメラメーラという体勢ですさあ各馬が3,4コーナーの中間地点へとかかって600切りましたさあ600 は36秒0で通過しています先頭ですが1番のミライ・テイラーですこれをめがけて外から3ウェーブが接近そしてサムデイもポジションを上げていきましたそしてその後は若干開いている外を回るように2番のファイヤーウィップさあ直線に向かいました先頭ですが粘り組みを図りますミライ・テイラーです外からはサムデイが今2番手に上がったそして3番手の位置に現在3ウェーブとなっているそして外からは3番手から2番手に接近する2番のファイヤーウィップが3番手から2番手に接近してくるが先頭は突き放している 1>, 1番のミライ・テイラーだ3馬身から4馬身のリードミライ・テイラー先頭で5輪2着11番のサムデー最後、外からよく足を伸ばしました伏兵2番のハイヤーウィップです。